続きやっていきましょうか。ブルーホースでございます。ということでね、前回ね、シャドウブローズ、シャドウズ・オブ・ローズのね、第1回やってきたんですが、見てください、これね、もう、空中にいろいろと浮きまくってますやんっていう状態なんだよね、これね。で、バグの状態を、さすがにね、カプコンのサポートチームに問い合わせて、なんとかならんぜやっていう、こんなんあったっけ？そう、なんとかならんぜやっていうことでね、問い合わせてはいるんですけど、これ今収録してるのがね、まあ、祝日、休日っていうこともあって、あ、ごめんなさいね。全力、体力をお任せいただき、心よりお礼申し上げます。また、こたびの任務のために賜った黒領域が素晴らしい働きをしていることをご報告しておきます。私の狩人たちの移動を助けるばかりか、獲物に絡みついた足止めし、さらにはそのまま飲み込んでしまうと。これがあれば必ずやご期待通りの結果をお出しすることができるでしょう。はい。ということなんでね、サポートチームちょっと問い合わせていますんで、これが回復しなければ、こうね、初プレイにも関わらず、全く世界観に没入することができないまま、この明るい空間の中クリアしていかなければならないというね。だからもうただ単にゲームというか、なんだっけ、ちょっとストーリー性のみをこう、楽しむしかないという、そんな感じでございますね。はい。多分、拾う。体力を完全に回復する。他特に今んとこないですね。ハーブも薬液もないもんね。よし、行こうか。まあでもなんとなく、これは今あれだよね。ドミトリスク城。どうしてこんな。なので、うん。じゃあそのまま進んでいきましょうかね。ものすごいド変態の声聞こえる。うれうれって、もう完全に ロリッコを追いかける。男の、あ、しまった、英語でやろうと思ってたんだ。ちょっと待ってね。英語にこれ、このタイミングで英語で今直せる。カメラコントロールとオーディオランゲージ、あった。そうそう、英語でやりたいなと思ったんだけど、これ、英語に今、この場では直せなさそうですね。はい。どうも、仕方ないな。レグレ警部。レグレ警部と波平さんが、おい、完全にこれ、これ、あ、お、お、お、階段復活した。あ、これも、もしかして直った。まさか治ってる。完全にエロい親父のなんかね、もう。こんな隙間があったら普通バレるやろうね。なんでこんなロース大量発生してるの？捕まえたようですな。これがその例のウサギちゃんって呼ばれてるやつなのかな。ああ、おやおや、息がいいですな。息がいいですね。それだけ抵抗できるなら、もう少し楽しませてくれてもよかったのではないですか。どういうお楽しみがよろしいんですかね。どうやらこのウサギではちょっと力不足だったようですな。うわ、近づいてきた。キャーなるほど、ウォーターベッドの中でいそいそとやるべきことは、ね、もう少し気概を見せていれば浄化結晶を手に入れられたのに。みんな同じ目的を持ってんの、このオリジナル。誰です？あ、僕です。ほう、新しいウサギが迷い込んだようですな。どうしたらいい。さて、今度のウサギは逃げ切れるでしょうかね。戦わなくていいから、とりあえず逃げろってこと。おー、生えてきた。これがあれか。あの獲物を捕らえなさい。ムービーシーンにあったやつか。あ、いやいやいや、行こう。おー、なんかいつの間にかめっちゃ生えてる。早く逃げなきゃ。どうしたらいいんだろう。ここ無理。ちょ、めっちゃ生えてきてる。やばい、急いで逃げろ。おう、階段がここ目の前あって、あと、なんか分かりやすい。逃げる。で、こっちは行き止まりのだから、あ、そこから出られない。多分出られないんだ、これ。多分出られない。ほら、そうだよね。どうしよう。どうしよう。で、一旦戻るけど、戻っていいのこれ。戻ったら奴らがいる。左肩に実はライトがついてる。なんでこれ武器ウェポンってのかっていうのかな。いるウェポンニーズわかんない。あ、生えた。皆さんご存知の通り、銃は生えるもの。マジで嘘でしょ。ガーンって浮いてる。もしくは浮いてる。バイバイ。銃はどこにあるの。いや、目の前にあるじゃん。え、銃目の前にあるよ。え、こんな感じ。あ、そういうことか。実は見えてないけど、ことか。あるのに取らないのなんでみたいな感じだった。
痛い、この野郎。意外と大したことはないと、これは行くと、ちょっと飲み込まれる。あ、近づかない方が良さそう。あれあれ、そして溶けて消えた。あれ、あれ、ちょっと待って。あ、銃を持った途端 E さんのように顔を見せなくなっちゃった。ちょっとだけサードパー、あ、すごい、やったやった、拾った。これはなんかで、ここにさ、3人の絵があったと思うんだけど、3人の絵はないみたいな。こっちは行けなくなってるし、ちょこ、でも戻ったらまたどうせ奴らがいるんじゃない、これ。開けてる。それでは次の獲物を探しに行きますかな。あ、こっちは行けなくなってんのか。なるほどね。オッケー。次の獲物を探しに行きますか。で、どこ行くだ、どこ行くだ。あいつらどこ、あいつらどこ、あいつらに、あ、あ、違うね。角度によってあれなんだね。うわー、戻れなくなってる。これ何、これなんだろう。なんか撃ってもダメなそうな気がする。どうしたらいい、これ。下、上、どっちから行ったらいいんだろうな。上から行く、下から行く、下から行ってみようか。なんとなく奴らを追いかけられそうな、あ、セーブポイントがあるな。セーブポイントがあるけど、まださすがにセーブするほど進んでない感じがするから。あ。誰がいたんだろう。タイラントの帽子っぽいけど、傘さしてあるしね。雨降ってんだろうな。そして口紅がない。すごい綺麗。飲み干した後みたいな感じだね。こっち進んでいく。何もない。あ、ショットガン、ショットガンがあるけど、調べる。真実を見る三つの目を捧げよう。三つ目小僧ってやつか。で、中には、あ、チェーンカッターがいるのか。チェーンカッターを拾ってくる何かをしなきゃいけないってことなのか。ユーク、ただのド変態野郎になっちゃったね。ゲヒヒヒヒヒヒヒとか言ってさ。わー、これってことはこっちに近い行かなきゃいけないってこと？みんなこれ、何が起こってるか今、見えてます？ねえ、うー、笑われた。はいはいはい。逃げろ逃げろ逃げろ。オッケー。あれ、死なないんかい。結構体力高めだな。そして何よりもあのライカンとかと比べて見た目も声もグロいしえぐい。ちょっと待って、7発しかないと。たる、ちょっと待って、あー、覚えていかないとわかんな。しかもこれ初めから窓割られてる状態だしな。どうしようか、これ大丈夫かな。このまま進んでいったら本当に道に迷っていきそうな気がするけど、チェーンカッターある向こう、あ、向こう側から施錠されている。こっち行ったらあれだな、ダニエラだかカサンドラだか出て、あれ、ちょっと進めないで、これ行こうとすると多分向こう側からデーンとか、あ、来ないね。あ、後ろにこう、どっさに、何、こっちだ、どっち、これ渡す。なんでマイケルは守ってくれないの。敵相手そできない。戦えるのは私一人ってことね。おお、8発か、なかなかくれるな。どうしようかな。これでもこっち進んでしまうとなんかまた出てきたりする。あ、直接貯金です。でもそのところで、あは、調べる。気味の悪い物体が張り付いている。おお、なんかすごい面白そうな感じになってきたけど、これまた中庭で敵のが出てくるのはないの、大丈夫の。わあ、なんかいろいろいそうだね。ちょっと
っと待って、でもしこ、しかも右進む、あ、広く、あ、おう。ただこれまだ薬液がないよね。そうだよね。え、あ、これって、これって仮面取れない。マスケットは核壊せ、核壊せ、核、何の話、この気味の悪い塊のこと、どうやって壊せばいいの。同じ疑問を持った。力を使え。力を捨てるためにここに来たのに。おお、オンリーウェイ、オッケー、出てやる。そう、わかった。でもそれってどうすればいいの。うん、わかんない。どうすればいい。力高める必要。何のこと。扉の先を目指せ。扉の先を目指せ。ほう、面白そうじゃん。面白そうなんだけど、あ、面白そうなんだけど、一旦まあじゃあちょっと区切りがいいところまで来たっぽいので、まあ若干短いかもしんないけど、まあじわじわね、なんか一気にクリアしちゃうよりも、なんかこうやってじわじわ楽しんでいく方がなんかいいんじゃないかなと思うので、一旦、まああの、このまますぐ続けていくんですが、区切りたいと思いますんで、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひですね、あの、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけると嬉しいです。では次回パートでまたお会いしましょう。バイバイ。あ、ついに、銃、モスの秋の日だった。